こんにちは、ポンズです。今回は ZD トイズアイアンマンマーク4スーツアップガントリーをレビューしていきたいと思います。2020年頃からアイアンマンのフィギュア展開で話題になったメーカーですが、国内でも年々知名度を上げてきていると思います。そんな ZD トイズがアイアンマンがスーツを脱着する際に使用していたマシン、これを立体化、できるだけ簡潔に内容をまとめていこうと思いますので、購入を検討される際少しでもご参考になればと思います。では開けていきましょう。まずパッケージも相変わらず豪華な印刷で、質感も高級感があります。箱も商品の一部とよく言いますが、これはまさにそれですね。開封しながら ZD トイズを知らない方のためにご説明させていただくと、 ZD トイズまたは中道玩具はディズニーから公式にライセンス許諾を得ている中国のメーカーです。公式ライセンス商品ですので、この通りディズニーのロゴ、パッケージ右上にはマーベルのロゴがありますね。アイアンマンシリーズの特徴はざっと造形丸、塗装丸、価格丸、可動三角といった感じ。ガシガシポーズを取らせて遊ぶというよりは、飾ることに向いた商品という印象を持っています。はい、中身はこのようになっています。ではまずアイアンマンから見ていきましょう。アイアンマンマーク4です。マッシブな流線形のフォルムとエッジの効いたデザインが両立しており、かっこいいです。鮮やかなメタリックレッドとゴールドは重厚感があります。アークリアクターも造形が細かく、クリアパーツが一部採用されています。ブラックとゴールドの墨入れもめっちゃいいですね。全体の塗装が引き締まって見えます。大きさは約18センチ。付属品としてハンドパーツが6つ、エフェクトパーツが2つ。可動もざっくりご覧いただきましょう。まずは首、肩周り、肩は引き出してあげるとより大きく動きます。肘は二重関節、手首はボールジョイント、胸部に可動、背中のフラップは開閉します。股関節は通常時はあまり可動しませんが、肩と同じように引き出してあげるとそこそこ動きます。膝は90度以上曲がり、足首も可動します。可動範囲が狭いとは言いながらも、基本の可動ポイントはしっかり備えています。弱いのはひねったりする動きですね。特に腰回転がないのが大きな要因です。あと ZD トイズのアイアンマンは LED ギミックが搭載されているバージョンがありますが、これは発光機能がないバージョンですね。スタンドは入っておりませんので、飛行ポーズで飾りたい場合は別途スタンドが必要になります。アイアンマン単体でもクオリティが非常に高いのが伝わったかと思います。ではメインのスーツアップガントリー見ていきましょう。まず台座、正面にアイアンマン2のロゴが入っていますね。方眼の塗装が入っているのが個人的には嬉しいポイントです。台座は可動できるようになっており、力の入れ方にコツがいりますが、ヒンジ状になった支柱を動かすことでこのように台座を展開することができます。台座の内側も細かいディティールが入っていますね。この台座は LED 点灯ギミックを備えており、単4電池が2本必要になります。電源ボタンは本体側面にあります。ちょっとライトを消して電源をつけてみましょう。なるほど、思ったより控えめな発光ですね。商品全体を照らせるほどの発光量、照射範囲はなさそうですね。続いてアームパーツを見ていきましょう。
まずは両腕に装着する大型のアーム。造形が非常に細かく、塗り分けも丁寧、墨入れもされています。ケーブルも結構な本数が使われていて存在感がありますね。腕を固定するパーツはこのように前後に展開します。このイエローとブラックのメカメカしい感じが心をくすぐられます。前後に設置するサブアームが2本、これも造形塗装ともに細かくかっこいいですが、ちょっと支柱が細いのが心配ですね。落としたら簡単にポキッといきそうなぐらい細いですので、破損に気をつけたいところです。一番小さなアームが4本、これも小さいのにしっかり稼働します。最後に背面に設置する大型のアーム、稼働させるとシリンダーも連動、グリッパーは5指それぞれ稼働します。支柱が細いので取り扱い注意ですね。部品を全部並べるとこのようになります。塗装造形ともに素晴らしく、ボリュームのある構成になっていました。支柱や関節など全体的に細いパーツが多いので、稼働する際は両手で持ってゆっくり扱った方がいいと思います。あと一つ、塗装についてですが、アーム本体イエローの質感がちょっと思ったのとは違いました。動画だと伝わりにくいかもしれませんが、プラスチック独特のツヤ感、プラモデルっぽさがありますね。そこだけ気になってしまいました。説明が前後してしまいますが、アームの稼働については説明書でも詳しく記載されています。では一通り内容物をご紹介したところで、一気にスーツアップガントリー組み上げていきましょう。はい、スーツアップガントリー完成です。ロマン詰まった見た目してますね。アイアンマンを乗せるとこんな感じになります。この状態の大きさはざっくり横35センチ、縦25センチ、奥行きも30センチくらいあります。 IKEA のデトルフに置くとこのようなサイズ感になります。照明を落として LED を点灯させるとこんな感じになります。これはもうちょっと照射範囲が広ければ嬉しかったですね。ちなみに LED 搭載型のマーク3は持っているので、試しにそれに置き換えてみるとこんな感じです。各部稼働しますので遊び方は自由自在。スーツの脱着形態だけでなく、お好みのポージングでお楽しみいただけます。ということで、アイアンマンマーク4スーツアップガントリーをレビューさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。期待通り非常にハイクオリティなフィギュアでした。こういうアイテムは他メーカーさんからも発売されていますが、その中でもこの商品はお求めしやすい価格設定で、製品自体のクオリティも高いということで、アイアンマンが好きな方にはぜひおすすめしたい商品です。あえて注意すべきは破損でしょうか。細いパーツが多いですので、乱雑に扱うのだけは避けた方がいいですね。ZD トイズはこれからもアイアンマンのスーツを商品展開していくみたいです。2022年年末に投稿された画像では、ハートブレイカー、シルバーセンチュリオン、レッドスナッパーの姿もあり、非常に楽しみです。あとスターブーストも楽しみですね。
今後の情報に期待したいと思います。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。今回の動画を気に入ってくれた方、また次回も見たいと思ってくれた方は、高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは本日もお疲れ様でした。